家族だけで頑張る介護とプロによる介護、どちらが良いのかを徹底的に比較してみました。親ケア .com 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回テーマはこちら、6つの視点から徹底比較、家族介護とプロの介護はどっちが良いの。介護が始まった頃に結構多くの人がつまずく部分とか迷う部分があります。それはどこまで自分がやるべきかということですね。親に相談すると、そもそも介護なんていらないと言われたりします。全部自分たちでできるんだ。そして、親にもっと詳しく聞いていくと、やっぱり他人の世話になるの嫌だ、子供であるお前が全部やってくれたら嬉しいんだけど、なんて言われたりもします。親の主治医に相談に行くと、できるだけ親本人の希望に沿ってあげるのがいいんじゃないかとアドバイスされることも多いです。親戚のおじさんおばさんに話をしても大体同じことを言われたりします。そんな中で自分が全部やるしかないんじゃないか、親が嫌がる以上ヘルパーさんとかに頼む必要はないんじゃないかと考えて、自分で背負い込んでしまう人がすごく多いんですね。本当にそんなことをしてしまっていいんでしょうか。今回は家族だけで頑張る介護とプロにも入ってもらう、あるいはプロにお任せする介護を比較してみました。じっくりとポイントポイントを見極めながら正しい選択をしていただければ幸いです。この動画を最後まで見て良かったと思う方、高評価ボタン、グッドボタンをお願いします。親ケア .com 公式チャンネルには他にも介護の役に立つ動画がいっぱいあります。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてもう一つ、新しい動画の見落とし、見逃しがないようにベルボタン、通知ボタンのチェックもお願いします。それでは今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。介護についてこんなことで悩んでいないでしょうか。うちの親は他人の世話になりたくないと言っている。親戚や主治医も子供が親の面倒を見るのは当然という。でも本当に毎日自分だけで介護していけるか自信がない。そもそも介護のプロに頼むと何が良くなるんだろう。親や周囲は家族介護、その中でも家族だけの介護を子供に押し付けてくることが珍しくないんですね。他人の世話なんかなりたくない、お前に面倒を見てほしい、お前は親に散々世話になったんだからお前が全てを引き受けるべきだ。果たしてそれは正しいのかどうか。家族介護とプロの介護、6つの比較ポイント。ポイント1、介護技術。家族による介護とプロによる介護、分けていきましょう。まず親にとってどうなのか、ペケから三角かなと思うんですね。そしてプロによる介護は丸から二重丸。家族の立場からするとペケから三角、プロによる介護の方では丸から二重丸ということになってきます。家事や治療、買い物など生活援助というのはまだ家族がやってもある程度練習すればどうにかなる部分ってあると思うんですよ。でも移動の介助ってすごく難しいんですね。簡単に転んでしまったりとか大怪我をする恐れがあるので。そしてお風呂とかトイレとか体の世話を焼くこと、これはなかなかもっと難しい。ちゃんとした勉強、ちゃんとした訓練をしていないと、素人がやっていくのはとても大変なことだったりします。一方プロによる介護だとベテランの手際というのを見て、あ、なるほど、うまいことするなとか、体に負荷がかからなくて、あ、賢いやり方するなと感心することとても多いですね。ただまあ新人さんの場合多少もたもたする人もいる。これはしょうがないですよね。誰だって新米の時はそこまで上手にはできない。なので、誰に対応してもらうかで多少技術の差はあるものの、基本的にはプロによる介護の方が圧倒的にうまいと思います。しっかりと学び経験を積んだプロと比べて介護技術で家族が勝てるというのはまずない話じゃないでしょうか。なのでこの比較においてはプロによる介護の一勝ということで私は判断しました。で次、ポイントの2、安全性です。家族による介護とプロによる介護、親の立場からするとペケから三角、そしてプロによる介護だと丸から二重丸となります。家族の立場、家族による介護はペケから三角、プロによる介護は丸から二重丸、ここも親と家族同じ評価になっています。24時間365日家族だけで見守り続けることってどうやってもできないですよね。
目が行き届かないタイミングがどうしてもある。そのタイミングで転んでしまったりとか、起き上がれなくなったりとか、そうした事故がやはり起きやすかったりします。あと家族だけでちゃんと介護を学んでない人だけで力任せでお風呂に入れたりとか起き上がらせようとすると、親の体に対して無理な力がかかって、そこで怪我をしたり余計症状が悪くなったりということは珍しくありません。そして家族が素人判断でリハビリをもっと頑張れもっと頑張れと無理をさせてしまうことで余計調子が悪くなることも珍しくありません。一方プロによる介護の場合、プロというのは一人じゃないんですよ。いろんな方が交代で家にやってきたり、あるいは施設で担当してくださる。だから交代しながら見守りの時間というのを継続して増やしていきやすい。で、プロだけじゃなくてプロと家族というユニットで在宅の介護をやっていくケースがほとんどだと思うんですけども、その場合家族だけで目が行き届かないタイミング、例えば夜間の訪問介護を入れることによって夜の時間帯の見守りをある程度お願いすることもできたりするわけです。プロというのはちゃんと訓練されてますから、理にかなった介助とかリハビリを行ってくれるわけですね。なので危険が少ない。在宅に比べて施設の場合、生活空間がバリアフリーとなります。在宅よりもさらに安全性が高くなります。なのでこの安全性においてはプロによる介護の圧勝ではないかと考えています。ポイントの3、肉体的な負担。家族による介護、プロによる介護。まず親の立場、家族による介護では三角から丸ぐらい、プロによる介護丸から二重丸。家族の立場からすると、家族による介護はペケ、プロによる介護は丸から二重丸と、こうなるかと思います。介護期間が長くなれば長くなるほど、家族としては肉体的な疲労がどんどん溜まっていくわけですよね。もうしんどくてたまらない。一方プロにお願いしていくと、そのプロに任せる割合が増えれば増えるだけ家族の肉体的な負担を軽減することができる。そしてプロが要領よく賢い介護をすると、介護される側の親の負担も少ないんですね。例えば子供が親をお風呂に入れよう、慣れていないからすごい時間かかったりとか、無理やり抱き上げて体に変な力がかかったりということがどうしてもあるんですけども、プロはテキパキとしてますし、お風呂に入れる時も変な力の入り方がしない。だから介護される側も楽なんですね。この肉体的な負担でいうと悲しい話なんですが、介護とは何かって話に行き着くと思うんですよ。介護というもののゴール、終着地点というのは親の死なんですね。亡くなるまでの間、弱ってから亡くなるまでの間をずっとサポートし続けて、で最終的にさようならとなるまでが介護なんですよ。当然のことながら、時間が経てば経つほど死に近づいていくんだから、介護は重度化するのが一般的なんですね。その間家族が全てを面倒を見ていくと、疲れが溜まることが増えていくわけです。なのでこちらもプロによる介護の勝ちじゃないかと私は考えています。ポイントの4、心理的な負担。家族による介護とプロによる介護、親の立場からすると、家族による介護は丸から二重丸。自分の子供に対しては結構好きなことを言えたりとか、今までの生活をあまり変えなくて済むという部分は、親の心理的にはプラスに働くことが多いと思います。プロによる介護、ペケから丸ぐらいかなと。これ人によると思うんですよね。家族の場合どうか。家族による介護だとペケから三角、プロによる介護は丸から二重丸ということで考えました。まず家族による介護の解説なんですが、わがままを言う親とそれに対して耐える我慢する子供という構図が多く見られるんですね。なので耐えてる側としてはどんどん心理的なストレスが溜まっていく一方である。でもう一つ別の事件で言うと、親子ともに在宅介護においてすごく嫌に感じる人が多いのは、いわゆる下の世話です。親としても恥ずかしいし申し訳ない気持ちもある。そして子供としても嬉しい気持ちがするはずがない。なのでそこでは心理的な負担を大きく感じる人もいるわけですね。一方プロによる介護、他人であるヘルパーに対する遠慮というのを親は感じるわけです。好き放題わがままを言うことはなかなかできない。だから親がストレスをためてペケという人も出てくるわけです。ただそのヘルパーさんとの相性が良かったりとか、症状の状況によってはストレスがあまりたまらないところであります。その症状の状況というのはどういうことか。認知症が進んだ時なんですよね。他人であれ自分の子供であれ、その区別というのが曖昧になる人が中にはおられます。そうなるといわゆる介護のプロ、ヘルパーさんであったり施設のスタッフに対してもわがまま放題になる人がいると。
言われる側が嬉しいわけじゃないんだけど、親としてはその相手に対して遠慮する部分までなくなってしまうので、親の気持ちは少し楽なんじゃないかと考えています。24時間365日親の介護をし続けるというのは本当にストレスがたまることなんです。で、子供が介護うつになってしまうというケースも多いんですよ。そうなると子供の今後の人生に対して多大なる悪影響がある。なんとか子供側のメンタルを守ることというのが大事じゃないかと私は考えています。こちらで言うと、私としては微妙な差なんですが、タッチの差でプロによる介護の価値としたいと思います。ポイントの5、金銭的な負担。家族による介護とプロによる介護。親、家族による介護は丸から二重丸、プロによる介護はペケから三角。まあ、親の費用負担ってのは家族による介護だったら全く払わないって人もいるんで楽ちんですよね。家族から見た場合、家族による介護だとペケから二重丸、プロによる介護だとペケから丸。家族の場合むちゃくちゃ下がると思いませんか、振り幅が。ペケから二重丸。どういうことかというと、まずは子供に1円も払わない親も多い。親としては懐が痛まない。一方、子供とすると、今仕事をしている子供が親の介護に専念するために仕事を辞める、いわゆる介護離職をするケースっていうのが残念ながら珍しくありません。そうするとそこから後の収入が大幅に減る、あるいはなくなってしまうわけですから、経済的なダメージというのはむちゃくちゃ大きいわけです。親と子供で合算した場合は経済的に損する可能性が高いと私は思います。一方、プロによる介護だと、まあ、親の立場として年金がそんなに多くない、年金だけで費用を支払えないと考える親は多い、だから子供の助けを受けたいななんて考えたりもするわけです。そして子供が介護費用を負担することもありますよね。プロに対するお支払いを全部子供が負担する、あるいはかなりの分子供が負担する。結果として子供の預貯金がどんどん減っていく、収入の多くが吸い取られていく、今後のライフプランが破綻することもあるわけです。子供にも人生があります。例えば普段の生活費の他に子供の教育費だって必要でしょう。親からすると孫の立場ですね。家のローンや車のローンがあるかもしれない。それらが全て崩れてしまう恐れすらある、かなり怖い判断になることがあるわけです。現在子供が稼ぎ手なのか違うのかで話が大きく変わってくる部分があると思います。だから家族による介護というところで、まあ、家族の枠はペケから二重丸とかなりの振り幅になっているわけですね。なので、まあ、積極的に軽減制度を利用する、親にお金を払ってもらうとした上で、その親の費用負担をどうやれば減らすことができるか、ここを勉強して実践することが大事じゃないかと思います。まあ、この2つの単純比較だけでいくと、家族による介護、こちらがやはり安いんじゃないかなというふうに思いますよね。ポイントの6、親子関係。家族による介護とプロによる介護。親は家族による介護だと、まあ、三角ぐらいじゃないか。で、プロによる介護だと三角から丸。家族の立場からすると、まあ、家族による介護をしているとペケから三角ぐらい。プロによる介護だと三角から丸。これもそもそもの親子関係がいい悪いってところにも結構依存するんですけど、でもし良かったとしても介護が長期化する中でいろいろとややこしい問題が出てきたりします。なぜかというと、まあ、いくら家族が介護を頑張ったとて100点満点もらえることはないんですね。介護が必要になった親の要求水準というのは時間の経過とともに必ずと言っていいほど上がり続けるんですよ。最初はちょっとしたことでありがとうと思っていても、それがあっという間に当たり前になる、いわゆる既得権化するんですね。だからここまで前やってくれたのに、なんで今回やってくれないのって、前よりちょっとでも減ると親は不満を感じるようになる。それに対して文句をつけられた側としては嬉しくないですよね。さらに親って介護されることの経験っていうのは通常初めてなんですよ。いくら年を取っていても初めてのことって不安じゃないですか。そして身の回りのことが自分でできない、目の前で話し相手というのは家族しかいない、子供しかいないんですよ。だからちょっとした悩み事とか不満とか、もっとこうしてくれという改善要求は全部子供にぶつけることになる。結果親子の言い合いというのが状態がする、当たり前になってきやすいんですよ。それが積もり積もって親子関係が悪くなるっていうのはむちゃくちゃ多いですね。一方、プロによる介護だと親の不満とか子供の悩みとか、こうしたものをケアマネージャーさんとかヘルパーさんが一旦受け止める。そして物によってはその場で解決してみたりとか、あるいは受け流してみたりとか、
ワンクッションを置くことによって親子関係の悪化というのを防ぎやすくなると私は考えています。もうさっきもちょっと言いましたけど、長期にわたる介護を家族だけで行うというのは感情のもつれがどんどん積み重なっていくんですね。一個一個は些細なものなんです。でもそれが数が溜まっていくと、もうどうしようもないほど親子関係を悪化させてしまう原因になっていく。これがいきなり親子関係が悪くなる大事件が起きるケースって珍しいんですよ。本当に一個一個はしょうもないことなんだけど、その結果として仲が悪くなって、なんでこんな嫌いな相手を自分だけで面倒を見てるんだろうか、えい腹が立つなんてことがあるあるだったりしますね。なのでこちら、プロによる介護の圧勝ではないかと私は考えました。さて、横井の意見です。まとめてまいりましょう。私のもう結論的なこと言うとこれですね。親の希望に反することになったとしても、介護のプロのサポーターどんどん受けるべきじゃないか。親が嫌がるからヘルパーさんに来てもらえません、あるいは介護保険の要介護認定すら受けれません。もうそんなことを言ってる場合じゃないんです。親が嫌がろうが何だろうが、場合によっては多少の嘘をついてでも強引に物事を進めなきゃいけない。そうでないと親も守れないし、自分の家族を守ることもままならなかったりするんですね。で、先ほどの比較を見てきた結果、5勝1敗でプロの介護の圧勝となりました。きちんと介護を学び、経験を積んだプロの方が介護技術があるのは当たり前のことじゃないですか。で、親をはじめ親戚のおじさんたちがよく言うセリフがあるんですよ。子供が介護するのは当たり前だ。俺のちっちゃい頃はもっと子供たちが、おじいちゃんおばあちゃんが家にいるのを見てたぞと。これは昔はできたことなんです。なぜなら介護期間が短かったから通用した話なんですね。昭和20年代とか30年代、人が倒れてから亡くなるまでの期間って、まあ、せいぜい半年とか長くて1年とかそんなもんなんですよ。今介護期間が10年を超えることが珍しくない。そして昔は地方にいたら特になんですが、大家族です。子供がいっぱいいたし、女性は多くの場合専業主婦でした。だから要介護者は見守ることもしやすかったし、サポートする手もいっぱいあった。今違いますよね。女性が社会で活躍するのは当たり前の時代になった。そして核家族化が進んできた。場合によっては子供を作らないという選択をするようなご夫婦も珍しくないわけです。そうした家族のユニットの中での数が減ってきた、そういう状態で昔と同じやり方を長期間やり続けられるか、どう考えても無理じゃないの、あまりに危険じゃないのと私は考えています。別の動画で詳しく解説してるんですが、介護の方針を決める5つのステップってものがあるんですね。そちらの動画を参考にしていただきながら、何ができるのか何ができないのか、できないことまで家族で頑張ろうとするから破綻を招くわけです。だからできることに絞り込んで、できない部分はプロの助けを借りると割り切った方がはるかに良いと思います。あくまで、強調しておきたいんですが、私は家族による介護をするなと言ってるわけじゃないんです。家族による介護は余力があれば全然やるべきだと思います。むしろその方がいろんな思い出が共有できたりとか、親が亡くなった後にある程度のことは自分がやったと自分で自分を許せるようになったりと、そういったメリットがあるのは事実です。ただ家族だけで全てを抱え込んで無理をするのはやめておこうって話なんです。介護のすべてを家族だけでやれる時代ではないということを強調しておきたいと思います。参考動画をご紹介します。こちらの動画まだご覧いただいてない方はぜひ見ていただければと思います。5つのステップで決めよう介護の方針、親子で違う施設介護の長所と短所は、7項目で徹底比較、在宅と施設どっちが良い、無理な介護1、家族が無理する介護がダメな5つの理由で、同じく2、無理をしない介護3つのポイント、同じく3、無理をさせない介護2つのポイント、家族が介護することとプロに任せることの違い、あるいは家族が頑張りすぎることの弊害など詳しくお話ししている内容となってます。リンクは概要欄の方に貼っていますので、見ていない方ぜひ見ていただければ幸いです。今回の動画はいかがだったでしょうか。家族だけで介護をやろうとすると結構しんどいぞ、プロの介護ってかなりすごいぞということをお分かりいただけたかと思います。
このおやきや .com 公式チャンネルでは皆様からのご要望やご希望、質問などにできるだけ答えていきたいと考えています。何かありましたら動画のコメント欄および X の DM でお送りいただければ幸いです。また LINE の公式アカウントの方から送っていただいても結構です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったらいいねやチャンネル登録をお願いします。また公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。おやきやで検索してください。